早速ご紹介させていただきます。まずお一人目の先生です。玉川大学教授、日本神経回路学会会長、日本認知科学会前会長、大森先生。大森先生で、はい、すいません。で、ドワンゴ人工知能研究所の所長、 MBAI 代表、日本人工知能学会編集委員長の山川先生のお二人によるトークセッションとなります。よろしくお願いいたします。僕が今回ファシリテーターを務める法政大学大学1年の松岡優馬です。で、先生方のお話をできるだけこう勢いつけて楽しくなるようにだけ頑張っていきたいなと思うのでよろしくお願いします。その学生がそれぞれの分野で注意っていう分野についてお話をしてくださったと思うんですけど、先生方からこの若手の意見について何かこう言いたいことがあるってことがあればちょっとお願いしたいんですけど。若手の意見がさっき注意の話ですよね。あ、そうです、はい。あ、注意はやっぱ人工知能必要だと思いますよ、僕は。なるほど。なんでかというと、CNN とかでガーッと下からボトムアップに情報処理して、まあ、できることは結構できるんですけど、やっぱり人工知能も計算リソースは有限なので、全ての場合について計算することはできないので、そもそも AI は、リソースバウンデッドな知能っていうふうに言われていて、そういうことを専門にしている研究分野とかもあるわけですから、何らかの意味でそのリソースをコントロールするための、システムが必要という意味においては少なくとも注意は必要かなというのは一つの観点としてちょっとコメントをしちゃいますけど、いいですか？分かりました。ありがとうございます。確かにそう、島田さんは途中いらないとかって言ってましたけど、今後の形はね、それも驚くかなと思います。島田さんの意見にはちゃんとね、反対しておかないといけない。あ、そうですね。大森先生は、はい、ですね、私はもうちょっと実験的な話で言うと、私は車のですね、運転中の視線を測ったことがあるんですね。はい、サリエンシーなんて全く無視されます。人間の視線はその通りなんか、サリエンシーの理論になんか全く従いません。はい、なぜかというとタスクなんですよね。つまり今自分が何をしたい、それに必要だ、だからこれを見る、これが視線ですよね。そうですね。で、そう思った時に目立つものを見ていったからね、ただ画像を置いといてそれだけ見てくださいなんて実験なんてほとんど無意味です。悪いけれども、で、そういう意味で、認知科学の問題設定自身はですね、そういうつまらない問題設定ではなくて、もっとリアルワールドのですね、本当にこう必要な、もっとフロンティアのところでは本当にこう必要なタスク場面における視線、そこから人間がそのタスクをどう取っているかということを明らかにするというようなチャレンジが欲しいと思いますし、工学サイドでも、サイエンシーが出ましたと言われても全然嬉しくなくて、もっともっと別のですね、本当にじゃあなぜサイエンシーじゃない、なぜ視線が必要なのかというのは情報処理側の問題としてですね、もっともっとこう追求するべき深いところがあると思うんですがね、そういうところに問題を設定してほしいと思います。神経科学に関して言えば、実験は非常に大変なんですけれども、やっぱりそこのですね、実験デザインの新しい領域を切り開くことこそが一番面白いところです。という感じで思っております。ありがとうございます。ズバッと僕たち工学屋さんに対してはズバッと寄りましたけど、確かにその画像だけで分からないことってすごいたくさんあると思うので、その辺をしっかり意識して、でしっかり考えた上で注意ってところを考える、すごい重要だなと思って、ありがとうございます。じゃあ若手もそれを考えて、また後で議論、お酒を交えながら議論していきたいなと思います。じゃあ最初に、今日はこんな感じのことを話したいと思うんですけど、まずその大森先生の方から、その知能
知能に対する理解はそれぞれ学科でどのように違うんだろう、どういう考え方があるんだろうということを話していただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、はい、ではですね、HDMI で出てますが、はい、私の画面では出てる、あ、はい、出ました。はい、ですね、これはまあ、神経回路学会内部の議論の時にですね、使ったスライドをちょっといじったものなんですけれども、はい、まあ、ここにですね、人工知能、それから、まあ、私の神経回路、それから、まあ、神経科学というですね、それから認知科学というこんなですね、配置に置きました。はい、まあ、知能というのはですね、非常に難しいものでというか、まあ、定義がぐちゃぐちゃでありまして、皆さん立場によって全然言うことが違うと。でそれに対してですね、まあ、一番最初におそらく取り組んできたのは心理学でありまして、心理学から、知的な行動とはどんなものなのよということを、まあ、だんだん明らかにしていったと。そこからですね、まあ、いくつかの分派が出てきたわけで、まず一つが、じゃあその心理学は現象を明らかにした、じゃあその現象の裏側に何が中で動いてるのという内部のプロセスを何とかして情報の言葉で語ろうというふうになってきたのが認知科学です。でそのスタンスは今でも変わっておりませんで、ずっとこうとにかく人間の情報処理を理解しよう理解しようということです。ですから現在の AI の流れの中で、まあ、AI を勝手にやってくれと、俺たちは俺たちにサイエンスするぞと、 AI を滅びても俺たちは残るぞみたいなね、そんなスタンスでおります。はい、でそれに対してですね、まあ、ここでこう、まあ、それなどと逆に、まあ、たかも生理学の現象、脳の現象として、知能というものを見ましょうというのが神経科学です。こちらはこちらで、まあ、医学のニーズに支えられて、ずっと進展してきてまして、認知科学と神経科学がつながってきたのはここ20年ぐらいでしょう、30年ぐらいかな、それまではなんかちょっとね、つながらないよねみたいなね、そんな話が、まあ、あったというのが実際でありました。でですね、まあ、そうするとですね、実は神経回路学会というのは、実はこれは30年前のニューラルネットブームの時の生き残りであります。はい、で当時ですね、この学会を作った人たちはというか、私もその時の、まあ、ペーペーのメンバーですけれども、とにかく脳を理解することで、その情報処理を理解することで新しい知能機械を作ろうというスタンスでした。で、まあ、なかなかですね、そのうちで、まあ、脳の情報処理を計算として理解しましょうという計算論的神経科学という分野は今でも大成功しています。はい、非常にアクティブです。なんだけれどもですね、実はですね、ここのですね、じゃあ工学にしようというところは残念ながら、ほとんど縮んでしまったという経緯がございます。それは、まあ、昔のニューラルネットでは大したことはできなかった。でそれからですね、企業の方はどんどん離れていって、まあね、今の現状もそうですけれども、昔の20年ぐらい前ですからね、企業でニューラルネットとか人工知能をやりたいって言ったら冷遇されたというですね、そんな時代がございまして、まあ、ここはなかったんです。で、まあ、実は以前人工知能学会でもこの程度であったと、そんな感じですね。それがですね、ある時天からこう神様が降ってまいりまして、ドーンとですね、ディープニューラルネットというものがですね、役に立つぞというのが、まあ、黒船がやってまいりまして、で一気にですね、ここがこうドーンと膨らんだんですが、まあ、悪く言えばディープニューラルネットのユーザー界であると。で皆さんね、先ほどの若手の会でもこれを使えばこんなことできちゃいました、やったらできましたと言ってる、まあ、私の立場、私のような立場だと、それで何が分かったんだということですね。そういうふうに思ってしまう、そんな感じです。はい、でやっぱりね、そうするとここの、ね、ユーザー界を過ぎて、ちゃんとここのなんていうか、ね、知能のメカニズムを理解していくためには、やっぱ脳の理解も必要だろうと思います。そういう意味でここを何か何とかしなきゃいけないねというのが、おそらくここの集まりの趣旨であろうというふうに思っております。で周りにね、いっぱいいろんな人たちがいるんですよね。ここ、まあ、若手の会この辺に書きましたし、全能アーキテクチャーのエニシアティブもここに書きましたし、その他にも理研だとかね、いろんなこう研究グループがあります。でなかなかですね、ここのが皆さん寄ってたかってやらなきゃいけないのに、どうするんじゃいというのがおそらく現状でありまして、そこについてはですね、これから何とかしてやっていかなきゃいけないということだろうと思います。
というわけでごめんなさい、長々と前置きが長すぎたんですが、こんな感じですね、ここにおる方々をですね3つに分けることができようと、第1が AI 技術を使いたいユーザーである、まあ、こういうのは人工知能学会の会員の方として活躍されると非常に良いでしょう。でタイプ3というのが知能のメカニズムを知りたい、これサイエンスですね、生物であれば神経科学会で生の脳をいじる、行動から入れば認知科学会という感じになるでしょう。で真ん中にですね脳ベースでいわゆる脳型コンピューターとかそんなものを作りたいというのは神経回路学会かと、というわけで私は神経回路学会の回し者でございまして、最後に、一言、今度来年大会がございます、まだまだ申し込みが間に合いますので、ぜひとも ご検討くださいというわけで以上です。今の話を聞いたら質問が、ぜひ質問をしたいって方いらっしゃいますか？なんか僕たち、あ、いないかな？なんかそうですね、僕とか大沢さんもその若手の会っていうこの一番下の立場からその赤い部分をどうにかしたいなって思っているんですけど、やっぱ今一つその先ほどの学生の集まりがあったように、そのなんて言葉の定義一つ取ってもうまく会話ができずになんかああもうみたいな感じになっています。その部分をこうどうやって解決していくか、それが僕若手の会にかかっているのかなとか思っています。じゃあこのスライドをも考えた上でその話に、あ、いいですか？いや、どうしよう、先に言ってもいいですか？いや、よかった、おさとお願いできます。すいません。あ、ですね、あの、いや、だってあの人工知能学会の立場で言った方がいいですよね。ぜひですね、あの、多分この以前の AI 学会っていうのの、に関係ありそうな人誰かいます？いや、今日多分いないんだろうなと思ったんですよ。あの以前の人工知能学会っていうのがどういうものか、イメージがある人いますかね？なんか、あ、分かんないですよね。あの、いや、なんかあまりにも時代がこの辺に来ちゃったので、あの実はこの辺の存在がかなり忘れられてて、忘れてない人は忘れてないんですけれども、ここら辺はどちらかというとですね、今はディープラーニング、まああれ全部ですね、ここのこれ以外のところは基本的に何が違うかというと、何かシステムを作ろうと思ったときに自分であんまり知識を書かないんですね。一応定型発達という言葉があるぐらいですから、ただやっぱりそれをデータにして機械にこう食わせることができるようなレベルに使えるデータにするというのは極めて難しいですね。そんな気がいたします。ですから、まあ、全然大丈夫です。そのお願いします。はい、大丈夫です。はい、次もう一つネタ何だったっけ？そうですね、あの動物の心とか動物心と身体性っていうところにつながるんですけど、人間っていうのはその、まあ、その知能、その知能っていう部分とその体の部分もすごい密接につながってると思うんですけど、その辺はその鶴瓶先生どうお考えなのかなと聞きたいと思ったんですけど。それはめちゃくちゃつながってますよね。つながってますね。じゃあ、ホンダのアシモがね、はい、明らかにしたことは、まあ、何かといえば、ああ二足歩行はできるんだということが最初だったんだけど、あれは結局コンピューターのパワーが上がれば歩くのがだんだん速くなって走ることができるようになると、計算のボトルネックはコンピューターパワーであったというね、そういうことを明らかにしたわけですよね。そういう意味で身体知能というのは間違いなくある。でまあ、認知科学の世界だとあの知能の理論というのがあって、知能というのはいろんな知能要素に分けることができているんだけど、言語とか計算とか記憶、言語能力、あれ計算、それから、とかその中に身体を扱う能力っていうのもあるわけですよ、ね。そういうような意味で、知能というのはまあいろんな知能があるんだという話ですが、全くその通りだと思います。で私たちは自分の体に縛られて、ものを考える能力をね、その範囲内の制約の範囲内で作ってしまっているということは事実だと思いますよね。そうなるとじゃあ人工知能、例えば人工知能を作った時にそれが人間と同じ形である必要はない、どんな身体を持つ必要はないということですか？そこはね、目的次第でしょうね。例えば、ね、こうネットワークの中に生きるようなね、そういうようなあの人工知能であればネットワークに見合った体を持っていればいいわけでね、なんだけれどもこの物理世界で人間と付き合うというふうな目的を持ったものだと人間の体を持ってた方が多少は便利かなという気はしますよね。
で人間の体のことも分かるし人間の感情のことも分かって、で少なくともこの人は今喜んでいるからちょっとかね、ここでこの人にこうなんかこうむっつりしてるからちょっとおだててね、その気にさせてね働いてもらおうとかね、そういうことを考える人工知能はあってもいいわけですから、というか日常的に私たちやってますから、それをね、そう思うと、人間の形をしたやつがそういう形にしてくれる、あるいは少なくとも、別に、まあ、机の上にある箱でもいいんだけど、その箱がの人工知能は人間の体のことは理解する、人間 の, じあのそういう感情のことは理解するということがないと人とは付き合えないでしょうね。そうですね、まあ、デノアーキテクチャとかの最近の話の議論をしている中だと、まあ、体が人間のようであるっていうこと、まあ、もちろん環境が人間と同じような環境にいるっていうのもまずあって、で体が人間のようであるというのもあるし、脳のアーキテクチャが人間のようであるっていうのもあって、それより全部の組み合わせがあるかと。例えば脳のアーキテクチャを使っているんだけれども、人間のような脳のアーキテクチャを使っているんだけど体は工場のプラントだったりするケースもあるし、体は人間なんだけれども脳のとか、その AI のアーキテクチャは全然違うものを使っているというのの組み合わせによって多分起こることが変わってきて、で、ただ実用的な面から言うといろいろなところに適用できた方がいいので、人間のような人間の脳のようなアーキテクチャを使ったものでいろいろなところに、事業展開した方がいいかなというふうに思ってます。で だけどちょっと体が違うとやっぱりその体で感じることとかはちょっと人間とは差異が出てきてしまうので、最近のその、まあどういうふうに AI を開発すべきかという観点から言うと。まあ、例えば今年の1月に、FLO やって足ロマ会議とかでも、まあ、11条にバリューアライメントという項目があって、まあ、人間と同じような価値観を持って人間と同じような、まあ、行動様式を取るような人工知能が、まあ、望ましいであろうというようなことが言われていると、そうすると、まあ、人間と同じようなアーキテクチャで人間と同じような、脳アーキテクチャと体を持ったものが、まあ、まず一旦作ってあって、まあ、その知識を少なくとも利用する形にした方が、そういうものはちゃんと作っておいた方が良いだろうということは思いますね。うん、その方が人間に対して、AI に対して説明してって言った時に、我々の分かる言葉で話してくれる。そうですよね。なんかこう、なんか胃が痛くなるような話を聞いたんだよってこう言えると。そうですね、僕たちの環境でどうしても人間最適化されるように環境を変えてきて、で今作られていると思うので、確かにその環境というところを生かして僕たちとインタラクションを達成するのであれば、確かにその人間と同じようなその脳のアーキテクチャを持つロボットを作っていくのは確かに、まあ、ベターというか良い方法なのかなと思いました。そうですね、あとそうですね、ちょっと今ちょうど切れたんで、なんか会場からこんな質問聞きたいぞという方いますか。あ、どうぞ。間のゴールとしては、その人間の模倣というか、人間みたいなものを作るのがゴールでいいんですかね。その人工知能の一般で言うと、ゴールは、人工知能研究者ごとにあると思います。ですよね。だからその今議論としては、なんかまあ、お二人とも神経科学系の方、神経なんとか系の方っていうふうに伺っているので、まあ、人間に近いものを作ることをゴール設定して話していく認識でいいですか。そうですね、特に私も大森先生も全能アーキテクチャイニシアチブなんです。まあ、その全能アーキテクチャイニシアチブの目標は脳全体のアーキテクチャに学んで人のような汎用人工知能を作るっていうゴールが設定されてますので、まあ、なんか暗黙的に比較的そのゴールが共有されているんですが、人工知能学会一般で言いますと、まあ、人間の形にこだわる必要は全くないというのも当然その極端なサイドにありまして、でそこら辺は かなりグラデュエーションがあります。で知能を高めること自体が本質なのか、それとももうちょっとその人工生命とかでやると生き残ることの重要さの方が強調される場合もありますし、その辺は かなり後半にありますし、それで例えば全く脳を想定しないで、究極のなんていうか能力を持った AI はユニバーサル AI とかっていう理論上の定義もあって、ただそれはまあ計算量的にできないんですけれども、そういうことを研究している人もいます。その
なんだ普通に私はその、まあ、企業でやってるんですけど、そうするとほとんど道具としか 見えないというか、そういう部分があるんで、まあそのあまあ、人の模倣を作るみたいな、そういうところをゴールド先生確認できたのはありがとうございます。そうですね、AI はまあ、AI、まあ、全般的にその道具として今まで発展してきているので、道具を超えていくっていうことは、まあ、ある種 AI 自身が自ら判断するみたいな、まあ、自律性っていうものがかなり大きなファクターとして入ってくるわけですね。で、まあ、自律性をどうやって作るかっていう問題と、自律性が入っちゃったらどうなるのっていう問題の、まあ、2つの方があるんですけれども、まず入っちゃったらどうなるのっていうのは、危険性と利便性の両面があって、まあ、今、そうですね、例えば、簡単な実験とかで、まあ、ロボットが歩いててですね、そのなんか受信できない状態でも自分で判断してなんかこのあれですね、落ちそうになったら止まるとかっていうようなことをやると、それは勝手にやってるわけじゃないです。でも勝手にやってるんだけど、その勝手に止まることが実は人間にとっては思った通りには動いてないということなので、まあ、ある意味、まあ、命令を聞いてないというか正確には聞いてないですね。で そういうものはそれが発展していくと、ある種思いもかけないような何かをやってしまうことがあるので、まあ、リスクを高めているんですけども、そもそも、我々が何か道具を使いたいっていうのは、何かをお願いしたときにですね、できれば気を使って先回りして何かやってくれた方が自分の部下だったら嬉しいですよね。で、そういうものは、まあ、ある種自律性があるわけですよね。だから自律性が上がってくると、一般的には価値が高いんですけれども、余計なことをやるリスクが上がるというのが、まあ一つ、その AI がだんだんそっちに向かっていくんだけれども、考えなきゃいけないことというふうになります。で、作る面から言うと、自律性っていうのは、いろいろ言われてないことをやるってことなので、自分で何か考えるんですけど、とはいえですね、ランダムに世界を探索するっていうのは、多分全然ありえないことで、ランダムに世界を探索すると、まずなんか、こんななって赤ちゃんに動かしてるんですね、何も前にも後ろにも進みませんし。でもうちょっと分かってきて、好奇心が出てきて新しいことにトライしようと思うじゃないですか。でも新しいことにトライしようと思うということは基本的に分かってないからやってるんで、分かってないことをやるってことは基本的に、まあ、リスクがあるっていうか、まあ、自分がなんか崖から落っこって壊れるとかそういう可能性があるので、分かってないことについてどのぐらい危険性があるかとか、そういうリスク判定をある程度しながらやっていく。だから、まあ、この魚が食ったらどっかで死ぬかもしれないとかっていうことは、ある程度こう猫が食ってるから大丈夫だみたいな感じでやるわけですよね。だからそういう推論能力がないと、実はちゃんとした自律性っていうのは作れなくてですね。だからそういうところはまだまだできてないので、自律性があるものが今できてないんだけど、できたらまた影響もあるという、まあ、そういう二段構えで結構重要になっているかなと。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、そろそろもう時間なので、最後、まあ、そのボケ、ああ、もうそろそろもう、はい、あっという間でしたね。車の例を出すと、僕たちはその、いる道具も、人工知能側を作ってきてるので、それを実際にこう、車として、ひな形として、こう、まあ、例えばドラえもんを作るという形でまとめていく。そのために僕たちは若手の会という形で、交流を深めて、こう、一つ、大きい人工知能、まあ、知能っていうところを理解していこうと思うので、その分でみんなと一緒に協力して、お話ができたらなと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。